カサカムリナメクジカは、軟体動物門、複足砂、ユーハイアコウ、ガラガモクに分類される、ナメクジ型をした、半地中性の得意な貝類。一般的なナメクジ類と違って、体の高端に対価的な小さい貝殻を持つのが特徴である。肉食性で、主に地中で、ミミズ類を捕食する。ヨーロッパ中西部、地中海沿岸を本来の分布地とし、 全部で三種の実が知られる小さいトガである。そのうちの一種カサカムリナメクジは北米やオーストラリアなどに移入されている。体を縮めた T マウゲー体長は伸びた時で数センチメートルから12センチメートルほどになるナメクジ型で後方が太く前方にやや細い体型をしている。体の後端に薄く扁平なアービ型の殻を持つのが最大の特徴で、 殻は縮小した外頭空を覆うようになっている。外頭空が極端に後方に変しているため、一般のカタツムリ類では、首のすぐ後ろにある肛門も、カサカムリの目くじ下では、体の後端近くに位置している。体色は淡褐色系を基本とするが、色や反問には変化があり、変異型にはそれぞれ別の名前が付けられているものもある。口の底部にある施設には、 約2000本の尖った細かい歯が並んでおり、獲物を捕らえるのに役立っている。本家が属するオリアスノワディア浄下には他に2科が含まれ、それらも肉食性で他の貝類など捕食するが、いずれも地上性でよく発達した殻を持っている。カサカムリナメクジカに見られる得意な形態は地中でのミミズ食に適応したものと考えることができる。捕食性で動きは ナメクジ類、あるいはカタツムリ類としては便瘡である。種としてミミズ類を食べるが、時には他のナメクジや小動物も食べる。餌のミミズを見つけると、そっと近づいておもむろに襲いかかる。この時は触覚を縮めて、口を大きく開き、多数の逆トゲ状の歯が生えた死絶を獲物に当てて、捕捉する。ミミズは左右にくねって暴れるが、 口と死絶とによって捉えられているため容易に逃れることはできない。このようにしてミミズを捉えると自分の穴などに引きずり込んでゆっくりと食べていく。半地中生で普段は土中刃子のもとあるいは落葉草内などで活動しているためあまり人の目に触れることはないが夜間や運ゴなどは餌のミミズを追って地上に現れることもある。餌となるミ,ミズが多い環境には 本家のものもよく生息するが、特に工作地、公園、人家の庭といった人の手が加わった場所に生息していることが多い。このため土壌などと共に運ばれ、安く北米やオーストラリア南部、ニュージーランドに移入されている。私有動態で卵生。体の割に大型の卵を産み、一週間数週間で孵化する。ヨーロッパ中西部、地中海西部沿岸地域。 大西洋沿岸及びその周辺の各諸島に分布。北米、オーストラリア、ニュージーランドのものは外来個体群。カサカムリナメクジカが分類されるオリアスノアディア、城下には本科の他に山下チオビガイカ、ユグランナとオリアシニーデイカがあり、全部で3カからなる。この上下のものはすべて肉食性で、カサカムリナメクジカ以外の2カは上述の通り発達した殻を持っており、 他の貝類などを捕食するカサカムリナメクジカはカサカムリナメクジ族のみで構成され以下の3種が知られている。ありがとうございます。